時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師、仲間君弘と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は日曜日の憂鬱な時間を明日への希望に変える番組の内容となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。番組ではまたメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。そして、YouTube でも、同時に、配信をしています。fmgino1 日曜日の憂鬱を検索していただいて、見ることができますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、今週も始まりましたね。始まりましたね。はい。はい、雨も続いて。ねえ、なんかね、何でしたっけ？梅雨戻りって言うんでしたっけ？梅雨戻り、そうですね、うん。なんかちょっとね、また梅雨が戻ってきたようなこと。はい。ちょっと雨続きですね。はい。ですね。うん。なんか、あれですね、6月が東京はものすごく、もう、はいはい、このまま行くとどうなるんだっていうぐらいの、暑さだったんですけど、意外と7月に入って結構落ち着いてる感じがありますね。ありますね。6月梅雨だったのかっていうぐらい雨も降らなかった気がして、ただただ暑かったですよね。はい、もう史上稀に見るぐらいの梅雨の短さっていうので言ってたのに、まあ、結局今になって若干涼しくなったっていうので確かにいいことなのか悪いことなのかは分かんないですけどそうですね、地球環境的には分からないですけど、まあ、ちょっとでも過ごしやすくなったのは良かったですね。はい、そうですね、本当に。でもなんか、本当に人ってわがままで、はい、ちょっと涼しくなると寒いとか、どっちなんだよっていう反応が面白いですよ。わがままですね。もう今日は暑くてさって言いながら、ちょっとヒヤッとすると、ああもう寒い、本当にどうなってんのこれって。本当ですね。困ったもんですね。っていう感じで、はい。はい、うんうんうん。では、まずちょっとお便りをご紹介したいと思います。はい、お願いします。埼玉県の741歳のマージョさんからです。はい。日曜日のサザエさんじゃないけど、日曜日の憂鬱を聞けると、ああ、今日は日曜日だなってゆっくりした気分になります。ということです。ありがとうございます。まあ、癒されてるってことですかね。ね、そうだと嬉しいですね。うん。なんか、そうですね。日曜日のね、ちょっとまったりした時間に聞いていただけると嬉しいですね。そうですね。まあ、お酒でも飲みながら。ああ、いいですね。ほろ酔いで。ぜひぜひ聞いていただきたいですね。ちょっと憂鬱をね、吹き飛ばしてほしいですね。はい、そうですね。泡盛でも飲みながら。おお、泡盛いいですね。好きです、好きです、泡盛。なんか、泡盛も、うん、なんか、フルシュって書いて、クースっていう。あ、はいはいはい。あれもあるじゃない。あれも結構奥が深そうですね。あんまりちょっと詳しくは調べてないですけど。確かに。いいですよね。私もあんまり詳しくないですけれども、美味しいっていうのしかわからないですけれども。はい。ね、いいですね。でも沖縄も本当に琉球時代から奥が深いんですよね、いろいろ。そうですね。うん、琉球も歴史が長いですもんね。はい。うん。ちょっとそのあたりもなんかね、ご紹介できるように勉強してきますね。そうですね。
はい、じゃあ、741歳でしたっけ、長い。741歳の魔女さんからですね。はい、お便りありがとうございました。はい、はい、じゃあここで一曲お聴きください。ちょっとね、先々週の英雄障害のことも思い出したりもしながらなんですけれども、この曲はですね、桐谷健太さんで、海の声、聴いてください。はい、はい、では、はい、続きを。そうですね。はい、はい、なんか本当ちょっと沖縄のこととか宜野湾のことをですねちょっと最近私調べてたんですけれども、はいはい、宜野湾市、宜野湾市のキャッチフレーズがですね、はい、寝たての町宜野湾なんです。はいはい、どういうことですか。ね、で寝たての意味がその物事の根元とか共同体の中心を意味するそうで、はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。その宜野湾市が、那覇があるね、南部と中部の間にあるっていうところで、はいはいはい、そこでこう、政治、経済、文化の中心だったっていう、真ん中だったっていう思いを込めての言葉だそうなんですよね。はいはいはい、はい、うん。ちょうどこうね、間なんでしょうかね。その流通の間っていうことですかね。ああ、なるほど、なるほど。うん、ちょうどそうですよね。沖縄に飛行機で行くと那覇空港ってちょうど南になるんですよね。はいはいはい、から北上していくような形になって、そのちょうど間って間、うん、中間中部ってことですよね。うんうん、そうですよね。はいはい。この前読谷ご出身の方がやってる居酒屋さんでお話聞いてたんですけども、なんかやっぱ宜野湾といえばそのコンベンションセンターが有名だっておっしゃってて、うん、はいはいはい、やっぱりそういう中心地みたいなところなのかなって思いました。あとなんか安室ちゃん関連で花火も上がったとか、はい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 、うん、あれ安室奈美恵さんは宜野湾なんでしたっけ、出身なんですかね。そこはどうなんでしょうね、ゆかりがあるんでしょうね。うん、うんそうですね、うん、いろいろそうです。だから宜野湾もね、そう7月3日が花火だったんですね。あ、そうそう、先週ですね、はい、ね、先々週か、はい、うんうんうん、はい、うんうん、ね、皆さんは花火見に行かれたんですかね。どうですかね、そのどういう花火なのか、どういう花火大会なのかもちょっとね、コメントいただけると嬉しい。 ね、 ね、ぜひぜひ、はい、なかなかね、東京は花火大会あれですよね、できてないですよね。いや、もうなんかですね、今年は結構やってるみたいです。はいはい、なんかこの間はですね、東京競馬場で、はいはい、ローリングストーンズの曲に合わせて花火を上げるっていうのをなんかやって、それも3年ぶりの開催だったみたいで。おー、そうなんだ。東京競馬場なので、東京都の調布市なんですけど。はいはいはい。あ、違う違う、府中市か、府中市なんですよ。府中、はいはい、競馬場、はいはいはい、やってるんで、結構観客ももう入れてやってるんで、今年はもう割と、まあ、東京でいうと隅田川とか、うんうんうん、東京湾花火大会とか、まあ、やるんじゃないでしょうかね。あと神宮花火大会とか、うん、ああ、いいですね、いいですね、夏ですね。もうそろそろイベントも開催していくんじゃないでしょうかね。うん、尾身会長がだいぶもう制限をする必要もないんじゃないかっていうのもちょっと、うん、先週そういう話になってきたんで、うん、はいはい、そっか、そうですよね。特になんか屋外のイベントはもういいですよね、やって。そうですね、うん、海外はヨーロッパとかアメリカはもう普通にやってますよね、はい、そうですよね、うん、まずやってます、はい、確かに確かに。まあ、マスクも外してやってるんで、あ、そうそう、でも最近ねマスクも 100% じゃなくなったなって思って外歩いて、うん、はい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 、ね、外してらっしゃる方もいますもんね。そうですね、もう逆にその、うん、誰もいないのにマスクしてると今度熱中症とかの方が危ないので、うんうんうん、危険ですよね。最近救急車とかすごい多いような気がするんですけど、それは熱中症なのか分かんないですけどね。そうですよね、うん、この時期危ないですね、はい、うん、でも結構身近にやっぱりいて、なんか分かんない、全然
熱中、なんか軽い症状の熱中症とかもあるんで、ちょっとやっぱ吐き気を伴うとか、よく熱中症って言うとすごいなんかもう病院に運ばれて意識ないみたいなイメージもあるかと思うんですけど、意外とそういう吐き気があるとか、おかしいと思ったらもうそれ熱中症の可能性があるので、もうすぐなんか対処するかなんかしないとですね、まあ、特に水分は必要なので。そうですよね、確かに家の中にいてもね、熱中症になったりしますもん。そうですね、そうなんですよ、自宅熱中症がやっぱり一番多いみたいなんですよね。ああ、そうなんですね。まあ、外にいたらもう当たり前のように水分補給するし、なんでしょうけど、多分冷房に当たってるから大丈夫って思ってても、結構それでも熱中症には、なんかその熱が当たるから熱中症っていうわけじゃないみたいなんですよね。あんまり詳しくはちょっと、あれですけど。はい。なるほどですね。なんかとにかく、喉が渇いてなくても水は飲む。はい。大事ですよね。あと、水分不足すると足つりますよね。つりますね。ね。一応厚生労働省の1日の摂取水分量って2リットルってなってるんですよ。2リットル飲んでる人って多分ほとんど少ないですよね、なかなか。そうですね。はい、そうですね。でもなんかよくダイエットするときとかに1リットル、うん、2リットルの水は飲めって言われて、あ、そうですね、なんかすごいそれで気にして飲んでたりは知ってましたねって今思いました。そうだから水はちゃんと取らないと、うん、ですよね。だから喉が渇く前に飲んだ方がいいんですよね。そうですね、だからもう常に習慣ですよ、こうやって。確かに。でも私もいつも、はい、あの飲み物を脇に置いてます。そうですね、まあ、そのぐらいでいいと思います。うん、はい、皆さんもぜひぜひ、はい、体調にお気をつけくださいね。はい、はい、じゃあお便りをちょっとお便りですか。はい、東京都中野区の、先週に引き続きですね、401KY さんからです。はい、先週の、ハンディ扇風機の話ですが、買っちゃいました。おお。軽量で5種類の風速が選べて、もちろん持ちながらもストラップで首から、はい、つらして向きを変更することも可能な優れものです。ただ仕事、移動中は結局扇子を持ち歩いていますね。恥ずかしいし慣れないし、こんなもんですかね。プライベートの時に使いますっていうことです。もう一件、その扇風ハンディ扇風機に関して、はい、こちらも、先週に引き続きですね、東京都練馬区の浅草の辛坊さんからです。携帯扇風機の話をしていましたが、私も事務所で時々使います。電車に乗るときも使っている人がいますが、特に迷惑と思ったことはありません。迷惑なのは、扇子で大げさにバタバタやっている人です。はい。はい、ありがとう。やめてほしい。そうです。扇子を持つ人を見ることも少なくなりましたが、たまに見かけますね。やるなら優雅にそよそよやってほしいですってことです。ああ、じゃあ 401K さん、そよそよやらないと。そうですね。まあ、実はですね、ちょっと、うん、思わぬ事実が、はい、発覚して、はい、知っちゃったんですけど、はい、30度を超えて、はい、ハンディ扇風機を外でガンガン回してると、逆に熱中症になるらしいんです。熱風が当たるんで、全然冷やすことにもならないし、涼しい清涼感は 逆効果らしいので。なるほど、暖房を浴びてるみたいな感じになっちゃうので、ね、結構危険度を増すっていう。余計水分飛ばしちゃうんですね、じゃあきっとね。そうですね、で熱風なんで、はい、一番いいのは、はい、水で濡らしたタオルを首に巻くっていうのが一番その暑さ対策にはなるそうです、外では。ああ、なるほどですね。そっかそっか、このあれですよね、太い血管を冷やすってことですよね、首とか巻きましたとか、なんかそういうグッズも今ありますよね、なんかその水でやらなくても。はい、あります、あります。前なんかその私なんか隣、お隣さんが引っ越してきたからっていうのでもらったタオルがそれでした。こうなんか水に冷やすと冷たくなるやつあります。はいはい、ありますね。はいはい、いただきましたね。
おお、じゃあそういう方だがいいから、んですいい扇ね。風機も結構使い方によっては結構危険度を増すみたいなので、ちゃんと、ちゃんとした使い方をした方がいいのかなとは思いましたけどね。本当ですね。それ知らなかったですね。うん、30度以上だったらやめた方がいいっていうのは。でもなんか若い人は本当に持ってますよね。持ってますね。そうそう。ね、私もお便りいただいてから結構街で気にしてみてるんですけれども、持ってますね、皆さんね。持ってますね。うん。なんか流行りかっていうぐらいの感じで持ってますね。持ってますね、確かに。うん。ほんと、ほんと。ねえ。はい。でも実はですね、髪の毛も5センチ切ると体感温度1度下がるっていうふうに今言われ、今じゃなくて言われてて。だから、まあ髪も切るのもおすすめですし、はい、うんうん、でもこの時期って意外と髪バッサリ切るっていうイメージあるじゃないですか。なんか夏だから、うんうん、暑いから、うん、逆に伸ばすんです。そうなんですか。伸ばした方がいいってことですか。伸ばした方が結べるんです、女性は。ああ、確かに。ここがスッキリするので、はい、首元がスッキリするので。確かに結べないぐらいの長さが一番大変ですもんね、はい、そうなんです。なんか不思議で、夏はですね結構髪伸ばす、冬は切るんです、逆に。冬はなんで切るかっていうと、マフラーとかするんで、ここがもたつくんで、はい、ああ、ない方がいいっていう、ない方がいいっていうことなんです。面白い、はい、なるほどですね、はい、だから意外とあんまり髪を伸ばすとか、伸ばすんじゃなくて短くしてここの首元を出すっていうのは日焼けにもつながるので、うん、おすすめはしてないですね。まあその個人のいろいろ考え方とかあるので。はいはいはい、確かに。なんかこう髪があるから日焼け止めになってたりもしますしね。そうなんですよ、うん、すごい大事なんで、一応髪はそう、日から守るために一応生えたっていうふうに、もう昔の、あ、違うな、生えたんじゃないな、昔体毛って全身にあったじゃないですか。お猿さんとか。はいはい、そうですね。でも髪の毛だけ残ったっていうのは、その、はい、結構その日差しから守るために残った、残す部分だけ毛が残ってるっていうことなので。なるほど。はい、おお、まあ一番日が当たりますもんね。そうなんです。だからあんまり短くして、この首元出しちゃうと首が焼けちゃうんで。なるほど。っていうね、見方もありますんで。じゃあスキンヘッドの人とか大変ですね。スキンヘッドはそうですね、かなり日焼け止めつけてた。ああ、でもどうなんでしょうね、スキンヘッドはでもあんまり良くはないですね。ねえ、はい、直ですもんね。そうですね、だからなんかよくこの時期によくあるのが、分け目がだけやすごい焼けてる方が多いんです。あ、はい、分け目は結構出てるので、でも中はそんなにやっぱり焼けてなくて、ああ、だけ黒いみたいな。はいはい。はい、黒いとか。ありますね。こう分け目も変えていった方がいいんですかね。分け目も、まあそうですね。うん、そういう意味では変えていった方が、抜け毛にもつながりにくいっていうのもあるので。なるほどですね。ありますね。で、あと、結構今男性で多い2ブロックっていって、ここの中を、刈り上げるヘアスタイルって結構もう今、多いじゃないですか。うんうんうん、なんか法律も変わるぐらいの法律というか、昔なんか都立でその2ブロックは、昔じゃない、今もそうなのか、なんか都立は2ブロック禁止っていうのを、はいはい、なんか撤回するっていう今運動が起こってたっていうのを去年か一昨年か。そうなんですね。なんか2ブロックイコール不良の証みたいな多分感じだったと思うんですよ。昔はね、昔は、はいはい。でもなんかその決定的にその2ブロックが流行ったきっかけがあって、うんうん、まあそれこそ今も電力がどうのこうのって言ってるんですけど、2011年に電力が一気に不足した時あったですか、震災の後に。はいはいはい、はい、あの時にいかにドライヤーを使わない髪型を出すかっていうので、ここ2ブロックにしたって。そうなんですね。そうなんです。それでも体感温度が 1,2 度違うからっていうので流行らせたんですよね、無理やり。ああ、そうなんです。それはもう国のほぼ戦略じゃないかっていうぐらいの感じで流行っていったんで、うん、でそれと矛盾して、でも2ブロックは不良だっていう結構年長者のその意見もあり、まあ一応なんかその都立東京都の
規定で決まってるんですよね。確か都立高校は2ブロックは基本的にはダメですみたいな。そうなんですね。面白いですね。なんかいろいろですね。ね、そうか。だから法律の専門家なんであれですけど、だんだん法律もそうやって変えていかないといけないですよね。その。あ、法律もね、やっぱりそのどんどんね改正されますもんね。その時期時期に合わせて、ね、はい、それはありますよね。はい、まあなんか夏なのでね、あのヒヤッとするお話をした方がいいのかなと思いながら。はいはい、そうですね。何か。そうですよね。何かありますか。例えばこうほら。離婚するとね、男性は寿命が10年縮むとかね。そうなんですか。なんでですか。女性は伸びちゃうみたいなね。それが本当の話なんですか。どこまでです。どこまで統計取ってるのか分かんないですけどね。でもまあ、意味が分かる気がしないでもないですけど。うんうんうん。はい、あれですよね。女やもめに花が咲き、男やもめに内が湧くっていうね。そうですね。うん。男の人の方が多分、なんでしょうね。パートナーが離れた時のショックが大きいんでしょうね。そうですね。でも、ショックが大きいのもそうなんですけど、結構、女性に任せっきりの人っているじゃないですか。生活面も。そうそうそう、そうですね。そういう人が急にポンといなくなると、うん、なんか、その、今まで当たり前だったことがもう当たり前じゃなくなるっていうのがあるので、なんか生きがいとか生きがいじゃないとかじゃないけど、寂しくなっちゃって、もうだん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 そういうふうにこう生きがいを失っていくのかなっていう。そうですね。あと女性の方がやっぱりコミュニケーション上手ですからね。その、交友関係がどうしても広いとかね。そうですね。でしかも女性は何でも自分でできるんで。そうです。基本的にはできますね。生活はできます。明るい未来が待ってるんじゃないですかね。生きようと思う。自由に生きようと思う明るい未来が待ってるのかもしれないですね。はい、でもそういうことがあるんですね。うん、そうなんですよね。うん、はい、はい。なんかじゃあそろそろ時間も少なくなっているので、はい。テストコーナーいきますか。はい、アツコのテストコーナーということで。はい、ありがとうございます。何でしょうか。今日はですね、運命線にします。はい、中指の下にまっすぐ伸びてる線ですね。あります？中指の下に線。そんなに濃くは出ないんですけど。ああ、でもちょっとあるかな。ちょっとありますかね。はいはい、まあ、こう、ですね、これ、頭脳線？頭脳線あるじゃないですか。親指と人差し指の間からでまっすぐ横に伸びる線。まあ、はい、と、その、運命線が交わるところぐらいを、まあ、35歳ぐらいに思ってもらって、それより上に行くとこうどんどん年を重ねていくみたいに思っていただいて、どの時期にその運命線出てるかなっていうのが、お仕事をこうですね、はっきりこれをやるって決めたとか、私とかその受験生してた時、その受験生してた時って運命線ないんですよ、出ないんですよ、はい、で何にもないからその今何にもないし、将来的なこう思い描いてる具体的なものがなくって、でもこう実際仕事始めると出てくるんですよね。それが面白いなと思って、はい、でなので私も本当に35歳から上とかの方がこうはっきり出てくる手相を今はしてて、でおまけに私こう運命線がこうね、ちょっとずれて何本か出るみたいな感じなんですよ。そうするとこうちょっと仕事の内容を変えていくみたいな。それはなんか特殊なパターンなんですか？特殊かな。そうですね、すごいレアとは言わないですけれども、普通はこう1本吸って伸びてたりっていう方が多いかなっていう思います。なのでちょっと皆さんのお仕事の天気とか、そういうものが分かる線でした、はい、なんかそれ参考にできるかもしれないですね、何か。うんうんうん。迷ったら手相の運命線見ろみたいな。運命線を見ると自分のその潜在意識の方が知ってたみたいな、はい、潜在意識が出てくるので、はいはいはい、まだ意識に上がってないところが見てきますね。はい、ということで、はい、なりましたね。はい、早かったですね、今日は。ね、なんか早かったですね。
はい、今日も皆さん聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。この番組は、はい、毎週日曜日の、夜8時から、放送してますので、ぜひ来週も、聞いてください。聞いてください。はい。では、良い夜をお過ごしください。はい、おやすみなさい。また来週、おやすみなさい。来週。